はようございます。 Tボスです。いつも応援ありがとうございます。最近ね、会社で電話に出ると YouTube の声やってよう言われるようになりました。少し恥ずかしいですが、ほんま嬉しいです。ありがとうございます。それとこういろいろね、お電話でお話した後に電話してよかったとか、これからも動画見るから頑張ってねとか、ほんまこう優しいことを言ってくれはるんで、なんかおっさんほろほろ涙が出そうになります。マジでこうやってやっててよかったなって思います。これからもしっかり頑張りますんで、ほんま応援のほどよろしくお願いいたします。で、今日もね、走行動画をご説明します。人気のねブレイクアウト2018年以降の FXBRS114、1868cc かな、ミルウォーキー8ソフテールですね。これはこの純正のね240のワイドタイヤがほんまこうかっこいいということで人気がある車種ですね。今回のカスタムのご依頼は、艶消しの黒に統一した、マットマッスルブラックなバイクに仕上げたいってオーナー様からのご希望だったので、いろんなパーツを艶消しの黒色にこう塗る、まあ塗るって言っても、また粉体焼き付け塗装パウダーコートっていう加工があるんですけども、そういった加工に出して、塗り上げて、仕上げてみました。こうやって見ても分かる通り、コンパクトにマッスル感が出たバイクに仕上がったと思います。大まかなカスタム箇所は、フロント周りトリックルツリー、フォークカバー類の塗装、フロントフェンダーのロワリングキットね、でヘッドライト 670mm のドラッグバー、フロントミニウィンカーチンスポ、タンクストレッチカバーワンフシート、ショートフェンダー LED は、テール&ウィンカーを内蔵したものにしました。でサイドナンバー、それと、まあ、油圧サスペンションね、ちょっと特別に改造した油圧サスペンションを組み込んでます。こうやって見ても分かるようにこう低い感じにね仕上がっていると思います。で、特にねこれ横から見た時分かると思うんですけど、このトリプルツリー、今回製作したこのホンダに製作したゼルドのトリプルツリーが、かっこよく仕上がったと思います。フォークは純正調で、純正トリプルツリーよりも上に1インチほど突き出す形状に作ったので、フロントが約1インチローダウンしたような感じになります。それに合わせてリアスペンスサスペンションも低くこうライディングできるようにしたので、こう全体にこうキュッと締まったような低いマッスル感が出てると思います。ここで見ても分かりますかね、ライザーの横のフォークの、トップもフラットになるようにフォークナットも製作して、あとヘッドライトとケースの LED もこう全部こう色合わせしたので、前がこう締まったように見えると思います。あとね、ハンドル、まあ僕がちょうど身長170ぐらいなんで、このハンドルがちょうど日本人の肩幅に合うぐらいのサイズで、前にならえって感じで手を出した時に、自然な腕の感覚で肘の感覚でこう乗りやすくできるように作ってます。こうやって見てもらうと分かりますかね、ちょうどほらこう無理なく前に出した感じですね。ね、分かるでしょう、ね、お肘がちょっと曲がるぐらいのこれぐらい、これがちょっと大きいとねしんどいんですよね。でここからね、ちょっと走行中に手を離すといけないんですけど、フロント周りをこうやってカスタムした場合はこうトレール等が変わってしまいます。特にトリプルツリーを変えてるんでね、そこでこういったバランシングを見るたびに私はこう市場で確認するようにしてます。こんな状態の時にこうジャダリングとかを受けるととんでもないことですからね。でそれとこんな感じでコーナーもしっかりとこう攻めて、確認をします。でもここねいつもね納車前にすらないかとかね、いろいろこうもうビクビクしながらね、やってますね。なんかまた真面目に喋ってるねごめんなさい。でそうそうそう、ここからねいつもこのコーナー曲がってからのこの部分がちょうどバイクが慣れたぐらいなので気持ちがいいんですよね。
ほら前がかっこいいでしょ。ほうほう、ここで分かりますかね、ブレイクアウトの顔がね、純正と違うとこんだけイメージ変わるんですよ。これ気持ちいいんですよね。全然違うけど、こうみんな走ってる時ってどんなこと考えてますかね。無心ですか、ね、気持ちいいですもんね。いつもこんな風にしながらこう走行テストをしてます。で、このサイドナンバーの位置どうですか。こうちょっとこうタイヤの方に入ってるでしょね。これもいろいろ工夫してサイドナンバー作ったんで、このサイドナンバーは、横にこうずらすこともできるし、縦にする、縦はもうダメなんですけど縦にもすることもできますしね。これいいと思います。一番こう人気商品ですね、トライタの。このショートフェンダーも、鉄製でタンデムもできるし、しっかり作ったんです、ね、本当に今回のサスペンションの調整が良かったみたいで、このクオリティでもね、いい感じ。あ、そうそう、それと一つのそのトライタのショートフェンダーはこうやって LED すごく見えやすいんですよ。よく光ってるでしょ。このね、ショックの感じがすごくいいんですよ、ね、で、いつもトンネルを過ぎて LED を見せてから最後の料金所を通って、ここから加速してこう走行、安定走行の最終確認をします。ダーンな感じで走っていくんです。この時が一番気持ちいいですよね。これぐらいになるとね、僕もこのバイクの試乗で慣れてくるぐらいなんで、気持ちよくこう走れますね。気持ちよく走るっておかしな、乗りやすい状態で走れるようにしてます。こんな感じかな。で、ちょっとね、いつもこんなこと言われるんですよ。僕、ブログやフェイスブックでね、いつも思うことをいろいろ書いてます。で、ちょっとそんなことも言ってくれたら、なんかちょっとご要望があったんで、ちょっと言葉を、こう思うことを言います。最近ね、コロナね、大変やと思うけどね、もうこの環境は仕方がないと思うんですよ。だからその環境の変化に順応するのはとても辛いかもしれませんけど、過去の習慣もとてもね大切だと思います。でもね、変化すべき時にね、いち早く対応、順応、適応し成長しないとね、進化はないものと思います。もしかしたら今がその時かもしれませんね。元の生活に戻る方法を考えるではなくて、ウイルスの共存を考えなきゃいけない時期に来たかもしれない。次のね、またこう地震やまた違うこうウイルスが来るかもしれないんで、そんな危機においてもすぐに対応できる危機管理や適応能力をこう養う機会を与えられてるんじゃないかななんて、ポジティブに考えて、受け入れようするしかないもんね。まあ一番大変な時だと思うんですけども、みんなもこう一緒に乗り越えてね、頑張りましょうね。僕らもこうやって、まあこんなバイクを作ってこうお見せすることしかできないんですけど、少しでもあ、こんなができるんやな、あんなができるんやなって、こう楽しいことができるように頑張ります。で、こんなことでいいんかな、一応言ってみてくださいって言われたら、ちょっと今回はこんなことを言ってみました。まあ何しろ楽しみましょう。でもほら、全然違う、元に戻るけど、これバイクこうやって走ってる時が一番楽しいよね。全部
忘れるからね。まあそんな感じで、今回も話してみました。今回ちょっと10分ぐらい喋ってるけど、最後まで、聞いていただいてありがとうございます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。では、そんな感じで、じゃあバイナラー言ったらおかしいかな笑われるから、はい、ではどうも。